超人氏は台湾を中心に中華圏で活動する女優。大学生の頃に街頭アンケートに答えたことをきっかけに女優の道を歩み始めた。父親は台湾大学の教授。母親は有名な児童文学作家で国立台湾芸術大学の講師。両者は結婚後一緒にドイツに留学し、その時生まれたためドイツ生まれ。英語とドイツ語もできる。 出演ドラマ、ミツとクローバーでは、ジョセフ・チェンラ主要メンバーと共に、クローバー幸運奏楽団を結成し、同ドラマのオープニング曲、幸運奏的祝福を歌っている。出演映画、ビバ、監督人生、において2008年台北映画祭、最優秀女優賞受賞。現在は中国で活躍している。ファン・ビン・ビンの推薦で、ドラマ、部族展。 ザエンプレースマイナスにおいて、ヒロインの親友、ジョサトシを演じた。ジョサトシという役は、物語の途中で悪女に変貌する。その演技が、中国の監修たちに認められて、中国の知名度を上げていった。このドラマの撮影が終わった後、ファンビンビンと親友になる。2018年、第58回アジア太平洋映画祭のアンバサダーに就任。 2021年3月、中国新疆ウイグル自治区での少数民族、ウイグル族の強制労働を懸念し、新疆面の不使用を表明したファッションブランドに対する不買運動が中国で起こり、批判の対象となったブランドの広告等を台湾の芸能人が相次いで契約終了を発表。超人志もアディガスとの契約を終了した。中国語吹き替え中国時報。 超人士担任アフトカゲ店新前大使、エジュ台湾栄光。2018年6月17日閲覧。レコードチャイナ、新京産の面下をめぐるボイコット。香港や台湾の芸能人も、イメージキャラクター離脱が、相次ぐ。2021年4月25日閲覧。サンリッター新聞も、田作り日立エアー、教授幸福度呼吸最高空気。 2020年7月8日閲覧。適応。蔡津笠加治。ビーボ X60 とも X60 プロ確定上司3月定。台湾発表。2210年3月21日閲覧。エッドデイ新聞雲。ビーボ X60 長、ひとし、1000伝え影変公開。超大ハイ X60 プロ用斎藤等。2210年3月21日閲覧。 自由時報、超人し教授会社郵送、慶長心声音獲得力量、2021年7月5日閲覧。ありがとうございます。